要は MBTI があり、うん、まあカーシーちょっと弱いですけど、カーシー博士があり、はい、新進気鋭の訴訟に行く、うんうんうん、でもメジャーって MBTI で、はい、お金になりそうじゃないですか、有名だし。だって YouTube で MBTI が起きてる、うんうん、訴訟に行くとなかなか打たんですなぜ訴訟に行くと選ぶんですか。そうですね、これは何でかっていうと、僕も実は最初 MBTI から入ってるんですよ。もう多分ネットの当時ネットのなんかやっぱそういうサイトでその自分でこう判定したものがあって、その時に出た結果がすごい、あれこんなに言い当てられてるっていうか、僕もやっぱ新鮮に感じて、うん、なんでこんなことができるんだろうってことを知りたくて、まあ、MBTI ずっと調べてたんですよ。で調べてたんですけども、どうも、ああどうぞ、はい、あれその時も INFP でご自身の自己診断は当たっていた。あ、その時はね偶然出ましたね。あ、はい、すいません、じゃあ続けてください、すいません、うん、はい、そうで、まあ、だから自分が INFP って出て、あ、自分は INFP タイプだなと思った時に、他のタイプの人たちもこの、なんだろう、これを読んで同じぐらい納得感あるのかっていうのがすごい気になっちゃって、で一生懸命調べたら、しばらく MBTI やってたんですけど、やっぱこうどういうタイプの人がどういう人なのかっていうのがやっぱ なかなか分かりづらかったというか、僕もやっぱタイプ判定最初できないなって思ったんです。これってすごく難しいことだなと思ったんですね。で、でそこからどうしようかなっていうふうにいろいろこう海外施設とか巡ってる時にソシオニクスっていう単語に当たって、それを調べてみたらこっちの方が理論がシンプルだなってことに気づいて、調べていくとソシオニクスに、まあまあもう沼にはまってっちゃったってい いう経緯なんですね。でじゃあ何がソシオニクスの方がシンプルかと、まあ、一見こうハードルが高いように見えるソシオニクスの方がシンプルなのかっていうところの説明をちょっともしできればと思うんですけど、いわゆるその JP 指標ですね、判断型、知覚型とか、っていう風にしてる指標の捉え方の違いなんですけど、これってソシオニクスと MBTI で内向型ではこう反転するよってよく言われてるんですね。でこれをもう一度ちょっと丁寧に紐解いていくと、先ほど隊長さんが、まあ、SLI ですよっていう話をした時に、まあ、MBTI で言えば SITEFINE っていう機能順列になるっていう風になってるはずなんですね、うん、でこれを、MBTI では内向的で感覚型で論理型で、判断型だっていうふうに言うんですよ、うんうん、でも主導する主機能、主機能は知覚機能じゃないですか、うん、その人の心理において最も影響力があって主導していく力である機能が知覚機能なのに、その人のことを判断型っていうのはどういうおしゃれプレイなんだって思ってちゃうんですよ。で、まあ、僕、まあ、ソシオニクスの場合だとやっぱりそこを ISTP って実際に言うんですね、はいはい、知覚型だよっていうふうに考えるんですよ。でそうした方が物事いろいろシンプルなはずなんですよ。で、まあ、要はそこがなぜか J で判断型だっていうふうに ISTJ のことを描写しちゃうんで、 MBTI ってしちゃうんで、なんかこうタイプ判定が内向型は全員できなくなってるって思う。はい、しっくり合ってます。はいはいはい、それがまあ要はソシオネタシンプルに知覚型っていうふうに認められるので、うんうん、柔軟的だっていうふうに言えるので、うんうん、まあ、もうそのままで見れるんですよ、うん、プラス先ほどから何度か出てるサブタイプですね。サブタイプってなんで開発されたかっていうと、まあ、判定をしやすくするためというか、タイプ判定をしやすくするためっていうそのアシストの機能っていうのもやっぱりまあ、あるんですよ、うん、なんで全体的に見てタイプ判定がしやすいのはソシオニクスなんですよ。ドミナントっていうのはどういうタイプなんですか。ドミナントっていうのはまあリーダー気質なタイプって言っていいかな。はい、C のクリエイティブっていうのはなんかまあひょうきんな感じというか子供っぽい感じですね。まあ子供っぽいって言ってもいいかもしれないですね。なんかこう、あ、ちなみにこのノーマライザーというのは安定的なタイプって言われてますね。でハーモナイザーは先ほどなんか、まあ、脱力系みたいな感じですかね。脱力ノーマライザーだと安定的だったりとか慎重だったりとかするか、ノーマライザーは慎重だったりとか几帳面だったりとかするかもなっていう感じですね、うん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 、各タイプにまたそれぞれリーダーっぽい人がいたり。そうですそうです。じゃあなんかそのよく ESTJ、うん、ESTJ が、はい、なんか生っ粋の軍曹であるみたいな、うんうんうん、のが、うん、なんか超リーダーで
はいはい、うん、なので僕その各タイプでリーダーっぽい人とひょうきんな人と慎重な INTJ が慎重ですので、うんうん、各タイプでそういうのがあると思ったんですね。そういうわけではない、各タイプにそういうのがあるっていうことなんですね。はい、そうですね。なんでそうなったかっていうと、例えば同じその例えば ESTJ だというふうに判定される人が いっぱいいるんですけども、16分類されてですね、でもやっぱりこうそれぞれ見てみると全然違うんですよ、受ける印象って。でじゃあ実際にそういう ESTJ の人たちをこうだけをこう集めてくるっていうことをしたときに、それでもその中で役割分担っていうのが自然にこうされてくるっていうことがまあ観察できるんですね。誰かがリーダーを、誰かがアイディアマンになって、誰かが人間関係の調整役になってみたいなことが自然とこう分業されてくるんですよ。でその分業されてくる何だろう内容っていうのが、まあ、D とか C とか N とか1っていうふうになるほど。64に分けられると、うんうん、なんか逆になんか迷いが増えるという、要はなんかエニアグラムだとなんかトライタイプとかってあるんですけど、なんかその、ただでさえ分かりにくいのに、増やすなよって思うんですね。でもなんかそれが、山蝉先生はしっくりくる。の方が分かりやすくなるはずです、しっかり整理すれば。と思いますけどね。はい、要は、このタイプってもしっくりこないわけで、そこにこう、サブタイプでしっくりくるところがある可能性がある。可能性がそうですね、うん、解像度で言うとなんか要はスーパーファミコンよりも64の方が見やすいよねみたいな、そんなイメージ、ニンテンドー64の方が見やすいよねみたいな、そんなイメージを持っていただければ、うん、精細になるんだ、ビット数が増える、うん、はい、そうです、まあ、解像度が増えるっていう感じです、はい、僕魔界村やってた魔界村が分かるんですね。すいません